詰めてきましたね。さあここがロング勝負、ファーストブラッドを置いた、ヘッドハンダーでまずは距離、飛び込んできたところお互い打ち上げますがカバーしてシュガーゼロクローがキルを取ってきます。素晴らしいカバー、これで人数有利作りましたね。これの動きを把握できるんですが、距離見つけました。しっかりさらにはこの位置関係どう見るかですね。相手を倒してお互い分かってます。さあ勝負だ、ここもラキアいるのを前提として飛び出しました。あとはこのデップをどうケアするか。うわ、そこも警戒してる、全て把握している。カバーは間に合わなかった、十分なダメージ。アポロ大丈夫かな、これでいい、設置位置変えましたね。はい、そして使い方ですもんね、はい、さあここは一旦ぐるっと外周回って、これランプまで引けましたかね。フレンジーの音が聞こえたので、もしかしたら2人ともまとまってるのも分かったかな。ランデブー一旦場所を変えて、おいたんが揺さぶります。ここはネロインセンティアリー、素晴らしい対応。ただバリアオブが壊せていないとちょっと取り返し窮屈ですが、うまいは1人しめてワンオツ、ヘッドアップ、おお、そのまま溶けたか。リバブロだった、もうフォルトラインも入っている相手の姿が映った。うわ飛んだ、飛びますね。シャバーの裏を取りに行く、ファーストブラッドはデップ、さらに2人目フラッシュも入っている。そのままテンが落とした、これはスリフティーになりそうだ。2オン4、これは大きい、武器も回収できてますよね。ペッパー体力は5、ティアまだ残してはいるんですが、配置が非常に重要です。エルボーに戻ります。この体力ピークしてもちょっと危ないですよね。そうですね、スポンから3人、ここにペイントダウン、トレイルブレイザーの音を聞いてペイントダウンを放ちました。フォルトナインを構えていますが、 4M10 を持ち帰る、ここは1人倒されての 1-on-3、 フラッシュポイントを構えています。いや、フォルトライン、フォルトラインですね。ただこれを打った時点でバレますね、位置がバレて、衰弱が入っているか、ワンオス、あとはどれだけ時間を稼げるか、どうだ、武器触る、どうだ、解除中、止まった、そのまま3人抜き、フォエムクラッチ成功、2対0、ヒヤッて、ゼータはフォルトライン、ブラストバックで2つ入っていくところ、背中を捉えたのはシュガーゼロ、ペッパーネットで寄せます。オイタンがカバー、ポエムもカバー、サイト内には天が残っている、挟まれましたか、挟まれてはいない、ダメージをもらいました。そこをオイタンが追い打ちをかけます。ワンオス武器が拾えてないのがきついですね。走ってきましたね、ただスペクターか、ワンオツーチャンスは十分にあります。イグジスト、おー、スローで入った、鉄砲どう動かすか、あ、中に入ったかな、いや、ラズ見えたかもしれない、ね、見えましたか、うん、ここは挟み込みですね、若干見えたかも、出てると思うので、バイパーは落とされなければかなりリテイクしやすいと思います。スカイスモーク、ローリングサンダー、ただスネークバイトが入っていますね。少し遅れてのエンドになります。2名は入るな、飛び込んできたのトリプル、デップが1人抑えます。2人目スパイクドロップ、スタンかけないですね。そうですね、スタンは関係ないです。硬直は関係ありません。さあリパプロがなんとかカバーして A サイトをこじ開けましたが、後ろから早くも点、正面からはラズです。ラキはオイタンが抑えての2オン2、スパイク確保、トレードが早いですね。シュガーゼロのこのランプの速さに気づけるかどうかですが、どうでしょうか。ここまで取れてるのでかいですね。奥目のフラッシュ1オン2、ちょっとどうする、右は反応したが、シュガーゼロ最後はブルドックして、ラズは反応ですね。アビリティを見てバイパスピット、ただハンターズフリーが飛んできます。見つかったか、クローが落ちた、ラズも落ちた、ラッキーハンターズフリーで2枚抜き、4対3、設置は完了。ポエム入ってきたところリーパープロが抑えます。デップがすぐさまカバー、3対2、リザレクション、シュガーゼロが戻ります。スターは1つ、さあラッキーが3人目、10を抑えます。コズミックディバイド、解除に入る、バリアオープンもある、アフターショックが入る、解除はできない、シュガーゼロ移動してきた、置いたも仕留めて、そのまま解除は通る るか、どうだ、スポーン側から勝負、重要だ、あるぞ、おきた、シュガーゼロ倒した、ラッキー4人目エースなるか、壁でのステップ、右左解除は挟まれている、壁抜きだ、シュガーゼロどうだ、コズミックディバイドは消える、正面での勝負取ったのシュガーゼロ、おお、解除は間に合います。お互い対してバリアオーブ、シャワーを閉じます。前も見せた配置ですが、ランプにオービタルストライク、すでにペッパーがランプを取っています。フラッシュ効いていない、デップリコンボルト破壊して、ラストデップ射角を取っていく、デップが2人目、シャワーは置いた、通れません。ペッパーランプへ、後ろ早いカバーですね。シュガーゼロとラズの車線です。残ったのは置いたという判断か、ペイントだ、嫌な音がする、引けるかどうか、落ち着いてます。ギリギリまで勝負するという判断ですが、ここは壁抜き、ラズが A にはスクリーンもありますし、苦手意識がついてるかもしれません。さあ天がしびれを切らしたが、先に勝負に出る、ショートストッパー、そこを押さえたのはラキア、返していくのはペッパー、体力がないながらもショートストッパーで B サイドに入っていきます。ただ隠れてるシュガーゼロ、そこを見つけたのはポエム、よく見てましたね、こじ開けました、スポーンが捉えた、鉄砲を抑えました。
重ねてリコンボルト。こじ開けた。以上のタイミングでフッカーからのエントリーが、されましたね。あと、エルボーのね、隠れていたシューガーゼルもしっかり抑えましたが、さあ、ラズが、ああ、それでサイクローが落とされた。どこで落とされたんだろうって。カバーなしですよ。一人で後ろ向いて走ってましたからね。B3 名体制でしたからね。読みのスルーオートラインをもらって。天。ジャッジ。警戒はできている。見事な壁抜きペッパー。デップがオペレーターで追いたん落としています。1-1のトレード4対4。あえてスモークの中を進むのはクローです。さあクローは安全に安全にのイメージがありましたが、ここは強気にプレイしました。窓下オールドローンに見つかりましたね。壁抜き追いかけるポエム、フラッシュポイント、味方と合わせていく。アンターショック、リパブロが進みます。さあ伊藤らも見えている。ワンオースリー残ったのはラズ。 B ショートを駆け上がります。マイクを設置。もちろん警戒はされていますが、はっきりと位置はバレていません。今見えたか見えてないか微妙なラインです。先にロングを確認。一人ワンオツ桜バンダル、クラッチキング、ラズ。スモークありますよ。スポン側裏をつかせないようなスネークバイト。会場を鳴らして銃声を聞きます。インセンティアリー打ちましたね。はい、これで1名はおそらくロングだろうと。これで2人見えました。1人ワンワン。ただ回収時間がない。最後はポエムしっかり粘りました。バリアオブのおかげでハサミを一旦封じて、しかも味方寄せることに成功しましたね。ハンターズキュリー、これはサイト中へのハンターズキュリー。当たってるか。天はなんとか引けました。その逃げてる間にペッパーが侵入。天味方からもらったスモークでうまく立ち回りますが、お互い2位のトレード、3対3。頭が見えた。シュガーゼロ勝負に出る。2人目残り1名。さあここはしっかり倒してのワンオーツ。残ったのはラッキー。ジャンプ打ち倒したワンオーワン。ただラストワンの位置が見えてない。残り10秒設置しきった。リコンボルトもある。取り返しが早い。フッカーからラズ。ラッキーは落としたかい。そこはね、まあ A も B もそうですか。このデップのセージの強さが見えます。ショート置いた落としたのデップ。位置はバレてはいますが、さあ上どうだ。箱上落としきった。グラビティベルは入っていました。なんとかペッパー1人持っていきました。設置まで持っていける。どうだ。シュガーゼロはスモークなくからは出ません。ただ人数差あります。ランプを取り返したゼータビジョン。まだ出ますよね。矢を持ってるラキアを捉えました。リパブロはオービタルストライクを構えていますが、コズミックディバイド。おー倒しきった。しっかり待って落としきりました。ラズが楽していたことによって強気でかなり。スターズここは天リパブロとヒルを取り合います。あれ面白い位置いますよね、うん、はい。ペッパーうまく相手から隠れていました。ただそこを抑えたのはラズ。インセンディアリーでロングを阻止するんじゃないですか。わざわざワープしてきましたよ。おお追いたん出てくるだと。天に開けてるイグジスト。ゼータの様子を見ます。一旦壁割って B ショートには敵の姿はありません。そのまま B に入ります。ゼータディビジョン。いやラズ壁抜けのヘッドショット。リパブロ落とします。ラキアはまだ B サイトの中ではありますが、デップのカバーです。ワンオスリー。残ったのは先ほど飛んできた相手というのはゼータディビジョン把握しています。あ一応でも全部ケアしてますね。ケアしてますね。スポン側もラズが見てますね。飛んで、まあ、自分が離れた間に飛んで A に逃げた可能性があるっていうのが分かってますね、はい。うん、あ見えた。さあ見えましたね。ジャンピークでオイタンの位置が分かりました。ワンオスリー残ったのオイタン。衰弱が入ってスポーン側からはデップです。ヘッドショットオイタンなので中で引いて守れないんですよね。これ窓を取らせて一旦ロングを抑える判断です。テンはバッキーを持ってそのままブラストバックで B サイトの裏も入っていく。そこをかわした。素晴らしいですね。デップがカバーしました。さらにバリオーブでここは一旦上に乗ってるんだったら降りさせる。降りさせるっていうね。先ほどからデップ乗ってましたからね。エルボーが閉じられました。ここはこじ開けました。そこをカバーするのはデップ。スイッチしてクロー。あーちょうどスモークが切れた。窓をシュガーゼロが抑えます。ラキはまだ復活。エルボーの取り合いどうだ。クローが取った。さらにフラッシュ。これである程度クリアリングができたかもしれません。2オン4。イグジストが苦しい。残り1名ラキア。3人は打ち出る。ただ返さない。しかないか。サイト裏に入っていった天の動きにかなり良い形までは持っていってたんですけどね。はい、ポエムもあそこ勝てなかったの悔しいでしょうね。そうですね。確かに一瞬足が止まった音がしたので、はい、うん、そこがスローピークしてくるのかどうかというのはポエムしてちょっと分からないんですよね。
こちらの視点だとアストラルフォームに入っていて、しかもナイフ持ってるのに取り返しに行きました。ゼータディビジョン世界は分かたれた。コスミックリバイドから A のエントリーです。ランプも点が取れています。うまいですね。いや綺麗なセットですね。コスミックリバイド、そして3つのアビリティ。あ、バリアオーブ、ね、上からクロード登場。うわこれは危ない。ペッパーが1人返します。ガテンもカバー、ショーストッパー、うおー、打ち落とした。打ち落としました。ペッパー手に好きにさせません。グラディネルスモーク、ペッパーが上に乗ってる。インセンジアリも来た。スオン3まだ設置はできていません。残り30秒、踏んで踏んで、デップ体力が20、あと30秒、安全な位置まで引くことには成功しました。デッパーが詰める。髪の毛が見えた。デップを襲えて3人目、すでに味方は B サイトに。設置まで持っていてのラズのバイパースピット、これ熱い。リパブロ抜く、捉えきれません。ペッパーがショーストッパー、どこに打つ。ラウンドを取るための、つなげるための一発となるか。あ、敵はいない。味方に当たってしまった。ワンオーツ囲まれている。バイパースピットが降りる、挟まれている。最後はアビリティを A で使わせるのが目的だったか。さあ少しピークしてタワーに勝負というところですが、ここはカンティンからオイタンがダブルキル。タワーに登ったテップ、隙があったか。あボエムペッパーとキルを取ってのワンオンファイブ、残ったのはシュガーゼロです。ジェネーターとの勝負、まずは1人後ろからのポエムのカバー、ヘッドショット、シュガーゼロ落として、まずはイグジスト1本目を取得です。負けてそのまま A のハサミです。面白いとこ入ってますね。先にドアが詰めていき、テンがスモーク中にペイントダウン。あ、それ違う。そのままなくドロップの方に行きましたけど。さあラズ追いたん、ラズとキルを取り合います。いや、ラズが3人目、残り1名。いや隠れてはいましたが、ここでワンオフォーです。30秒、どことかペッパー、マイクを設置、スタンが設置、レップに対応できるかどうか。ポイントクラウド、警戒は難しかったですね。最後はデップヘッドショットでペッパーを落としてラウンドを取っとして、 A サイトはもぬけの殻。ただドロップ2です。おっと、抜いた点。ヘッドショットリパブロを抑えました。パラボラ2で取り返しに行くのはイグジストです。いや、この攻め強いですね。強いですね。しっかりと作戦が組まれています。タワー上ではペッパー、ボイムドロップから点を抑えました。そして前に出たデップラズ、キルを取ってローリングサンダー、お互いがカウンターで返していく、はい、ただ、言うのはやっぱその A ロープって言われるこのバイパースピードを張ったところですね。そこ側にいない、はい、バックでイケイケどんどん点が入っていきます。いや、うまい。これ初動のフォールライン避けですね。避けてドアを開けてブーンボット、勝負いってる。そこをついたのはリパブロです。こうなると、あ、ただ置いたんタワーから狙われないポジション。さらにはペッパー警戒はできてた。そうですね。さあペイント弾が飛んできますが、ここはランデブーでサイトから引きました。ラズ設置は完了、4対4。スクリーンが高めているその中、デップラキア、キルを取り合っての3対3、ショーストッパー、いやー、そこを打ち落とした。ラキアのショーストッパーを落としたらクローです。 B 面リパブロ振り向いてシュガーゼロ落とす。コズミックディバイド、リパブロ取り返していく。ポイムがキルを取る。ワンオツ、残ったのはタワーのラズ。あるぞ、これは解除。ハーフを越えてゆっくりとラズが進行する。クラッチキング、どうだ。ワンワンペルが18点、落とした。これがクラッチキング、3人抜き。あ、クラッチキングですね、これは。いや、もう初代見れましたね。元祖クラッチキング。ペッパーワンショット2キル、これ大きいですね。さらに足元にはスターがもう一つ設置されていますが、高騰したのクロークロールしたところではありましたが、さあ頭が見えた。ブラスバック様子を見る。さらにブラスバック、乾きましたね。そうですね、顔を出してペッパーと天がプレッシャーをかけていきます。シュガーゼロそのままキルを取ってショーストッパーバンダラして、その側にぶち込んだ。ラキアを落として、今度は天のレイズが暴れます。ロングレジの距離、3人目、手のラインを上げていくのはゼータディビジョン。戻ってきたところペッパー、まさかランデブで、ね、引きましたね。そしてそのままスローで入っていたところ、そのまま B サイトに設置したゼータディビジョンではありますが、タワーの置いたが倒せていない。さあバイパーズピット、ここはデップはしっかりと B サイトを味方が寄ってくるのを待って守り抜く判断です。ローリングサンダー、クロー、ここで取り返しの遅延、さらにはアフターショック。あ、閉めた。スクリーンか
から詰めていたトエムではありましたが抑えたのはデップです。うまいですね。さらに立ち回っていくデップ。 A を倒すのには失敗したもののやっぱりこのラズの難しいとはカバーに入っています。トレード、 いいカバーですね。テンデップキル取ります。一面人数状況は多いゼータディビジョン、サイトにもしっかりペイントダウンいるかもしれない。そこを読んでのペイントダウンでした。うますぎる。うまく聞いてラキア追撃はできない。ブラストパック。さあここはペッパーオペレーターでデップを倒しました。まだ2オン2ですから。バイクを設置。かかったここだ。ラキアが詰めていく。クロー結構きついですねこれ。ペッパー逃げてクローを落とします。ワンオン2最後はテンドロップ側、おそらく2人の位置は分かっている。ここで落とせたの大きい。ワンオン1捉えきれない。ペッパー最後はテン4人抜き。バイクを設置した後どこを取りか、メイン取りに行きそうですね。メイン設置なので、そうですね、メインを取りに行く動きですね、はい、さあじゃあラズがもう取っています。いいとこ入ってますねラズ。はい、ダブルキル取り返しは来させません。ただリファーブロペッパーとカバーに入りました。3対3完璧だ。これで相手のポジションが分かったのでメインを取りには行かずにサイトの中で耐えるような形に切り替えましたね、はい、逆にこのドロップ側が取れましたね。メイン側が多いという情報をもとにゼータは逆サイドを取りました。だいぶ見なくていい場所取りました。ここドア側、メイン側、ここをうまく守り抜ければ。さあペッパーが入ってるのに気づけてないか。どうだ、クローがカバーしました。正面のデッペ裏からドロップ降りてきたところシュガーゼロリパブロキルを取り合って最後はシュガーゼロでした。ラウンドはあえて逆のラッシュ、ディフェンダーサイドが詰めていく。抑えたのはデッペ、ただのコントローラーではない。まあアビリティ見て爆発注意ノックバック、早すぎる。さあすぐさまリパブロがリカバリーしました。素晴らしいカバー。ただこれ今もう多分スタン入ってたと思いますが、はい、さあラズがリボンを落とします。ギリギリしたね、2対3時間ギリギリですが設置いけるでしょう。残り10秒、あと10秒ペッパー通勤勝負入れる。シュワゾー耐えるか6バイクを、ただよく引けた、ね、ラズは引けませんね。オイタンのスネークバイト、それもあってラズはポジションを変えれません。さあこれただ粘る入れる状況ではありますが、ちょっとデップのカバーは難しいか。いやスモークの中に手が入っていく。デップはまだ生存中、あと30秒1人落として、そしてここはメインからの進行は天が抑えています。残り1デップリ、ここは3人抜き、ワンオンファイブ残った置いたんですが最後は天非常にマッチポイントを取られます。ここでタワージャッジ、いい感じ。ファーストブラッドはシュガーゼロ、ゴーストなので強気に勝負しますね。いやこれもオイタン側のスモークを生かしたところでした。さあここでペッパーが詰めてシュガーゼロを落としたことによって4対4取らなければません。ここはデップロングレンジの距離、スペクターでペッパーを落とします。ただスクリーン待って B 入れましたがジャッジ、ラズはタワー2人とも抑える。アフターショック逃げ道はない。オイタン3人抜き、例えば今後ローリングサンダーだったり強力なアビリティが飛んできても、まあ、最悪はランダブーで逃げれるっていうのもありますからね。はい、誰が想像したでしょうか。この先ほど1マップ目バインドは12を今全部使い切ってしまったので準備はできた。ソルドマークを破壊、ペッパー可能だ。ランデブの準備もできている。そうですね、最悪逃げれますからね。データディビジョンは人数を寄せていく。デップダブルキル。さあペッパーがなんとかドロップ側からデップを抑えました。ただラザーまだ残っている。テンもカバーに入ります。さあ最後のトレでジャッジヒットダウン、テンは引きます。ザーッと守護神ラズ、ラッキーの時間、クローがカバー、ラキア